サトゥーさん、起きてる？恋人さんが来てるよ。恋人さん。おはようございます。ご主人様、そんなにされたら壊れちゃいます。ふにゃー、私です、サトゥーさんのバカー。お邪魔しました。よっ、イクジナシ君。イクジナシ君って何？エマの下着姿見たくせに逃げたんだよ。へえ、そんなことがあったんですね。あったのかな。本当に記憶がないんだよ。やれ、皆さん。すみませんでした。どういうことかしら、ダーリン。誤解だ。モンスターよところで、そこにいるのは誰？あなたの新しい女？なんでそうなるんだよ。トーヤさん。違う。トーヤ様にパンツを見られ、身も心も捧げることになりました。ゆえに私のご主人様、マスターです。バカ。じゃあ私とも付き合っちゃう？いや、見た目めくって。何のマネだ貴様。まだだ、まだ勝負はついていない。なんだなんだ、夜じゃないのか。テーマもアーカイブも当人の性格の正反対。つまり夜まで待てるくらいなら、私は怠惰のトリニティセブンになんてなってないのよ。なるほど、正論だな。タケミチ君、大丈夫？お。何？不潔あれ。ん？何って？違うよ、ヒナ。これは。誰？私も説明してほしいかな、ハル。でも本当のあなたはとても強引な人だわ。そんなあなたのことがとても好きよ。リーザ様、何をやってるんだお前たちは。はしたない真似を申し訳ございません。なんだ一体。いや、新垣さん。誰今の。あ、いや、俺もよくわかんないっつうが。死ねば。というより、何ですかそれ。ああ、これですか。会長が私の分も作ってくれたんですよ。お弁当って彩りも大事ですよね。人の姿をした家畜、プライドがなく他人に依存することばかりに長けた寄生虫、胸ばかりに栄養がいっている脳から、なんておぞましい生き物。私はあなたを絶対に許しはしない。ディアブロどこも襲っちゃったの。そんなわけなかろう。本当ですか。本当。上杉くんすごいね。ありがとう、さすが学級長だね。5人のこともっと教えて。は？ほら、向こうにもう一人。あの
女性と風太郎にベタベタと。いいじゃないですか。でも少し焼けてしまうのもわかります。友達としてですよ。明野さん、一瞬この人たちに勝てたら今度の日曜デートしましょう。私の愛が一星君に通じた証拠ね。デート1回くらいの約束でイカズチをほとばしらせる癒しや明けのりなんか言われたくないわ。いまだ抱かれる様子もないあなたに言われたくもないわ。そんなことないわ。この間だってベッドの上で胸をたくさん触ってくれたわ。一星君の寝相が悪くてそうなっただけではなくて。いくら童貞だからってガン見しすぎじゃないですか。ガン見ち、違う、ガン見。登録どうするのさ。ちょっと失礼しますね。ダブルボインというのも確かに嬉しいのだが残念だ。あなた、うん、私はマナ兄様、離れなさいよ。おい。ドキドキして楽しいな。じゃあ旦那様、これから二人で楽しい子作りをするわ。あ、でこやー、部屋の中でおとなしいと思ったら、な、何が子作りですか。なんだ貴様、邪魔だぞ。それはこっちのセリフ。三人で食えばいいだろう。
なぜ黙っているのかしら。何俺だ。もしもし。ああ、俺だけど。ああ、ちょっと予定が。シド、早く極楽温泉に行くぞ。おお、引っ張って。すまん、折り紙。まただ。何度もノックしたのに返事がないと思ったら、随分と楽しそうな話をしてるのね。おち、ケーキ屋なんでしょ。すげえ、氷の女王みたいになってる。なんだか寒いね。私も多分今だけだって。は？何？何のこと？を見せるのは伴侶になる殿方にだけです。は？だからディアブロという方が神様でないのなら、夫婦にならなければならないのです。あ、何勝手に盛り上がってますか、この裸マンツ娘が。そうだよ、ちゃんと順番を守ってくれないと。まず私でしょう。大体お前4月生まれで実際の差は1年未満だから、あんまり年下って印象ないし。おわ、なんで誕生日知ってるの。息キモい。いやマジキモいから。ずいぶん詳しいのね。そんなことないし。どっちの味方もお断りです。バサラさんは私のお兄ちゃんですから。マリア。モコモコしてるし。モコモコ。先輩の頭ベトベトするから触らない方がいいよ。試してみろ。はい。ちょっと、なんで食べかけのところから行くの。それじゃあ関節機。おいしいです、会長は天才です。やめいやめい。さようなら藤原さん、絶好よ。だって吸血衝動の引き金になるのは性的な興奮なんでしょ。先輩、お二人は何を。再会からいきなりキスシーンっては。それにはじめくん生きててくれた。これでいいかな、メロさん。メロとお呼びください、旦那様。それじゃあ行くよ。ええ、一緒に参りましょう。ダーディー。何やってるの、イチャついたりして。ちょっと俺部屋行ってくるわ。僕のイメージなんだけど。ハル、正直な場所変えちゃった。そういうこと。待ってくれ、これには訳が。ごめんなさいね、おうちデート中。